アントニン・バラークは、チェコ・プルジー・ブラム出身のサッカー選手。チェコ代表。セリエ A ・エラス・ベローナ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。1、FK プシー・ブラムの下部組織で育成され、2015年12月30日に、SK スラビア・プラハと2019年6月までの契約を締結。2016から17シーズン途中の2017年1月31日。 ウディネーゼ・カルチョへ、シーズン終了後に300万ユーロで移籍することが、決定。同シーズンには25試合4試合を記録し、チェコリーグ優勝に貢献した。2017年夏、ウディネーゼ・カルチョに加入。中盤で同胞の役部ヤンクトとコンビを組みブレイクを、果たし、2017年12月10日のベネベント、カルチョから12月23日のエラス。 ベローナ FC まで3試合連続ゴールを記録した。2020年1月、US レッチェにレンタル移籍。2020年9月17日、エラスベローナ FC にレンタル移籍。一定の条件を満たすと、買い取り義務が発生する。2016年11月11日に行われた、デンマークとの親善試合で、チェコ代表として初出場を果たし、同時に初ゴールを挙げた。 ありがとうございます。